こんにちは。はじめまして。渋谷で美容師をしているレナと申します。私はこのようにショートヘアの美容師としてやらせていただいているのですが、私のお客様も9割近くの方がショートヘアのお客様がかなり多いです。ただ、ショートにしたらスタイリングが大変そうや、顔が大きく見えちゃいそうなど不安がられるお客様もかなり多くいらっしゃいます。ですがそんなことは全然なくって、小顔に見せられるドライヤーの乾かし方とスタイリング方法がありますので、今回はその2つを詳しく解説していきたいと思います。はい、それでは実際に濡らしてきたので、乾かしていきたいと思います。今回はキヌージュドライヤーの風量をマックスで乾かしていきます。はい、それでは最初に、前髪の方から乾かしていくんですけど、こういう目の粗めのコームがあればコームを使っていって、前髪って意外とパックリ分かれやすかったりするので、最初に左右に揺らして動かしていきながら乾かしていきます。次に襟足ですね。髪の毛がすごい溜まりやすいところになってるので、襟足の方を乾かしていって、で襟足を乾かすときはここって一番腰とかがあってちょっと硬い部分になってくるので、頭皮を少し擦ってあげながら乾かしていきます。全体的に乾かすときは後ろから前に向かってドライヤーの風を当てていってあげる。でそうすることによって、髪の毛がこの頭の丸みに沿って落ちてくれやすいので、後ろから風を当てて前に向かって乾かしていきます。トップはふんわりさせていきたいので、ちょっと持ち上げて乾かしていきます。この辺を持ち上げてこう前に持ってきながら根元を持ち上げる感じで乾かしていきます。8割9割ぐらい全体が乾いてきたら、また目の粗めのコームで全体を溶かしながらドライヤーとコームを一緒にやってあげるとより馴染みやすいです。最後全体乾いてきたら、冷風をここでこちらのクールのボタンを押して切り替えて、全体に冷風を当てていきます。はい、じゃあ全体乾いていったので、スタイリング剤つけていきたいと思います。でまずバームなんですけど、私の髪の長さだとだいたい爪が隠れるぐらい、爪を覆う分ぐらいのバームとオイル、バンプッシュですね、一緒に混ぜてあげます。でシルエットを綺麗に見せるコツとしては、襟足を一番キュッて締めたくって、でトップはふわってさせてあげて、こうひし形のラインになってあげる形が一番理想で、一番小顔に見えるラインなので、下から内側からスタイリング剤はつけていきます。襟足つけて耳の後ろもつけていって、ほぼもう根元付近からつけていきます。で今度は耳の上ですね、締めたいところを先につけていくイメージです。で全体的にも内側からこうこうつけていって、でもここの根元にはつけない感じで、で前髪には毛先だけつけていきます。で全体的につけていったら、今度は整えていくんですけど、表面の髪の毛を一度取ってあげて、ここの耳の上の部分をお耳にかけながらちょっと潰していくイメージです。押さえていきながら整えて、で表面は乗せてあげて、ここのトップを片手でちょっと持ちながらこう整えていくと、綺麗なひし形のラインになってくれます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ドライヤーの乾かし方とスタイリング剤だけでもう小顔になれる乾かし方とスタイリングの方法になるので、ぜひ皆さんも真似してみてください。今回はスタイリストレナが解説させていただきました。私のインスタのアカウントもこちらに出ていますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。またこのキヌージュ公式チャンネルでは、こんな感じで髪の毛に関するハウツー動画をたくさんアップしているので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。